三村和也は、日本の政治家。立憲民主党所属の元衆議院議員。神奈川県横浜市出身。神奈川県立光良高等学校、東京大学法学部卒業。東大卒業後、通商産業省入省南カリフォルニア大学ロースクールを経て、イエール大学大学院で、国際開発経済学を学び修士課程を、修了した。 イエール大学では、浜田光一の研究室に所属し、国際開発経済を専攻。通所産業省大臣官房調査統計部、資源エネルギー超原子力安全、保安院放射性廃棄物規制課係長、経済産業省商務情報政策局、情報経済課係長、防衛省防衛政策局、防衛政策課弾道ミサイル防衛室、障害班長、 経済産業省大臣官房秘書課課長補佐等を務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙に神奈川2区から民主党公認で出馬。神奈川2区では当時党選挙対策副委員長を務めていた自由民主党で元総務大臣の菅義偉を猛追するも548票の僅差で官に敗れ。 重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、初当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では再び菅に敗れ、比例復活もならず落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙に、神奈川ロックから民主党公認で出馬するも落選。2017年の第48回衆議院議員総選挙に、 神奈川18区から希望の党の公認、連合神奈川の推薦を受けて出馬するの、落選。その後、希望の党が分党した際は、国民民主党に参加した。2020年9月、旧立憲民主党と国民民主党の一部が合流して結成された新立憲民主党から、次期衆院選の公認内定を受けた。 2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙で、比例復活もならず落選。2009年4月、クレジットカードを利用し、インターネット上で手続きが完了するシステムとしては、日本で2例目のネット献金を導入した。1例目は、同じ民主党の横、久米勝人。ありがとうございます。